今回の動画では、ビッグ4最強は誰か分析していきます。まずはビッグ4同士での戦績を見比べてみました。1位、ノバク・ジョコビッチ、141戦81勝、勝率 57%、全員に勝ち越し。2位、ラファエル・ナダル、119戦67勝、勝率 56%、フェデラー・マレーに勝ち越し。3位、ロジャー・フェデラー、115戦53勝、勝率 46%、マレーに勝ち越し。4位、アンディ・マレー、85戦29勝、勝率 34%、全員に負け越し。一番ビッグ4と試合していたのはジョコビッチで、141回試合をしていました。少ないのはマレーで、85回になっています。これは、ジョコビッチが多くの大会で、ビッグ4を2人倒しているからです。逆にマレーはビッグ4内では勝率が 34% と低く、ビッグ4と当たる準決勝で負けてしまうことが多いことが考えられます。サーフェスは抜きにしていますが、ジョコビッチが全選手に勝ち越していて、勝率では1位になります。次にグランドスラム優勝回数で、比べてみました。1位、ロジャー・フェデラー、ツアー22年目、39歳20回。2位、ラファエル・ナダル、ツアー19年目、34歳19回。3位、ノバク・ジョコビッチ、ツアー17年目、33歳17回。4位、アンディ・マレー、ツアー15年目、33歳3回。優勝回数1位はフェデラーになりました。年齢を考えるとナダルやジョコビッチがフェデラーの記録を塗り替えていくことは十分にあります。次世代が強くなってきている中で、どこまで記録を伸ばし続けることができるか楽しみにしましょう。次にランキングから見てみると、1位ロジャー・フェデラー310周、2位ノバク・ジョコビッチ282周、3位ラファエル・ナダル209周、4位アンディ・マレー41周。ランキング1位にどれくらいいたかを分析すると、フェデラーが歴代1位になっています。しかしジョコビッチが徐々に追い上げています。今後の活躍でフェデラーを抜く可能性があります。また2004年からビッグ4以外に1位になった選手はいません。次世代の選手が1位になるのも楽しみに待ちましょう。最後に歴代シングルスマッチ勝利数を比べてみると、1位ロジャー・フェデラー1242回、年間平均56勝。2位ラファエル・ナダル990回、年間平均52勝。3位ノバク・ジョコビッチ911回、年間平均54勝。4位アンディ・マレー672回、年間平均45勝。これはフェデラーが1位です。キャリアの長さを考慮しても一番勝っています。フェデラーは年間平均56勝になります。今後も少しだけ勝利数を伸ばしていくでしょう。このペースを考えると、ナダルがフェデラーに追いつくにはあと5年、ジョコビッチは6、7年も期間が必要です。年齢的にこの記録を超えるのはとても難しいと考えます。フェデラーほど長くキャリアを積むことはとても難しい挑戦であるからです。以上のことから考えると、強さの面ではジョコビッチが最強ではないかと思います。ここ2、3年はフェデラーの優勝もありましたが、年齢的なことを考えるとジョコビッチに軍配が上がります。ナダルがハードコートでいかにジョコビッチを攻略できるかで、今後の最強は変わっていくかもしれません。現在、記録保持者としてはフェデラーが一番数を占めています。歴史的記録はフェデラーだからこそ達成できたと思います。ジョコビッチは今後も活躍することが考えられるため、フェデラーの持つ記録をいくつか塗り替えてくるでしょう。
フェデラー引退後はナダルとジョコビッチの2強の形となりそうです。マレーも一時は引退を示唆しましたが、まだ現役を続けています。トップに戻りビッグフォー同士の試合が見たいですね。このチャンネルではテニス選手の生い立ち、プレースタイルなどを取り扱っております。これを見ているあなたがテニス好きでしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。